見てすごい、あ、見て、お迎えの車来た。バーできるんですか。ここでちょっと聞いてもらって構いませんか。はい、ついて聞いて。お部屋に着きました。部屋に着きました。靴脱ぐところがあっていいな、もう裸足でいいや。で、入ってすぐに温泉。ああ、ユニットバスってここユニット。ほい、あ、やっぱせ、温泉ねんと。ナイストイレやけど、ユニットバスがついてるのか。7時から違った？うん、そんな気がした。でも行かんとね。ウェルカムドリンクありますか？ないでーす。残念でした。ほぼ電気つくんやね。タールはここの持ってけばいいかな。部屋行くよ。お部屋、お部屋がすごいぞ。じゃーん、広い広い。じゃーん、これもあるし、ベッドやし、こっち側に今もあって、ほら、今もあります。わあ、いいな、お家みたい。荷物こっちに置くかな。電気つけ。あ、きれいきれい。和もあっていいですね。わ、眺めがいい。眺めがいい。寒い、暑い。文かけてるか。洋風絵文かけ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、69、80、81、82、8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 3、74、75、
5、6、7、8、9本あります。こっちは和室で寝るお布団マットが入ってます。で、枕です。下は座椅子ですね。ここは寝ずにこんなとこ開けるなよ。なんもないです。ごちそうだね。金目鯛の燻製も載っております。ご一緒に召し上がってください。で、真ん中にございますのが小鉢、日替わりの小鉢と、お隣黄色いお皿がもう金目鯛作って金目鯛でございます。金目鯛にムニエルをご用意をしております。で、下の段に移りまして、下の段がビンチョウマグロの塩たたきですね。こちらはお味がついております。何もつけずにそのまま召し上がってください。で、揚げ物と豆板使用している食材が同じものなんですけれども、町内で育てられております柚子の皮を餌に食べました。柚子豚という豚を使いましたお料理でございます。そういうこと、はい、なので、あの柚子豚御膳というお名前になるんですけれども、こちらカツは柚子胡椒かソースご用意してますので、どちらかお好きな方で召し上がってください。で、あと豆板は柚子豚とお野菜の蒸し焼きでご用意しております。火はお客様にお伺いしましてからつけておりますが、いかがいたしましょう。あ、つけてもらう、つけてください。はい、ました。柚子胡椒ってこれ、そうです、柚子胡椒はそちらです。で、ソースもありますので、お好きな方で召し上がってください。こちら豆板なんですけれども、お蓋から蒸気が出てきたら食べ頃の合図ですので、ポン酢に薬味はお好みで入れていただいて召し上がってください。お料理はこちらで以上ですが、ご飯もお代わりありますので、もし必要でしたらお席のボタンで構いません、飲んでください。なお、すみません、食後にアイスクリームという冷たいデザートのご用意準備もありますので、お食事終わられましたらお手数ですけれども、もう一度お呼びくださいませ。ごゆっくりどうぞ。はい、ありがとうございます。全然カメラが落ちてお誕生日結婚記念日おめでとうございます。乾杯。火怖い。で、開けてみます。このまま大丈夫かな。煙が出る。オープン。デザートです。デザートです。いただきます。また温かいさっきいただきますね。お疲れ様です。おはようございます。おはようございます。朝食食べに行ってきます。朝ごはんです。よいしょ。
服が映って。たまにあるって。ごちそうさまでした。残念ながらあいにくの雨です。これすぐそこがバス停なんですけど、一旦奈半利駅に戻ってお土産屋さんを見ます。時間があるので。8時半の送迎に乗ります。はい、チェックアウトです。チェックアウトです。おはようございます。321番です。分かりやすい番号だ。角部屋でよかったです。那覇リコちゃん、こん那覇リエキ。何をせたかし。那覇リコちゃん。ここに泊まりました。よかったです。見えシフトやんな。こっちか。一番下です。94。Yeah.
多分そうやねえかなと思った。ここなんかここやなかった？そこやあれやね。やだ。このバス停で。あの宿じゃなかった？ほら黄色の、ほら、あれじゃなかった？泊まった。
しい。ここまでこの100円単位であってほしいな。ここバスのバスターミナルだ。
ほど。こんなところに帰る。ちょっと岬先っちょまで歩いていこう。頑張って。半分中継。アロエが入りそう。虫刺されに萌えていこうか。あ、ごめん。いいよ。おしっこ出てる。よかった。大丈夫やった？何にもないんやけど怖いよ。大丈夫、壊れてない、ひっくり返ってるだけ。壊れてないじゃん、ひっくり返ってるだけじゃん。いっぱいあるな、ここ。
な。あれが岩戸はなんかある。ほぼだしな。あれが岩戸はなんかある。ほぼだし。バスに乗ってます。悪天候でまたバスに乗ってます。ジオパークまでバスに乗ります。別料金です。大雨の中来ました。世界ジオパークセンター、結局途中からバスに、高速のバスに乗ってきました。ここから DMV に乗ります。さすがに室戸岬からは乗れませんでした。歩きました。だいぶ歩いて途中からバスに乗りました。おうち土産でこれが出ればいいけどな。あ、これもらったんやな。え、もらなかったっけ。予定を変えて、ジオ、世界ジオパーク